こちら一見すると普通のカラオケボックスに見えますが、奥にはマットが敷かれて礼拝ができるスペースになっています。こちらはイスラム教で禁じられている豚肉やアルコール類を使用しないメニューを提供する国内で初めてのカラオケ店です。通常のメニューもありますが、食器や洗い場などはイスラム教徒向けと分かれています。今後も増えるとみられるイスラム圏からの観光客や留学生ら1日10組以上の利用を見込んでいます。イスラム教徒向けのビジネスは急成長が見込まれていて、日本企業の参入が相次いでいます。